は近い近い近いコロニー育児に来ておりますおほんラジオでございます。よろしくどうぞ。おほんメンバーか、なぜこのコロニー育児に来ているかと申しますと、はい、見えるかな、えフェスト、というイベントに、はい、僕たちステージがありまして、そのステージの方で、はい、って歌わせてもらうんです、ね、一人だけポーって歌わせてもらうんです。ポー言わない絶対ポーだけ絶対歌わせてもらう。お楽しみです今日やらないですけど、まあね、ステージがあるんです。そうなんです。その前にちょっと、はい、まあ参加しちゃおうじゃないか、せっかく来たし遊ぼうよと、はい、いうことでうろうろしたいと思いますので、はいはい、ワクワクしながら見てくださいよ。ほらまたあるよあれが。何ですか、爆時が出ました。射的ですか。射的じゃない、我らが4投しか当てることができなかった9時が、なんと今回前回どこだっけ、あれマサータウン、マサータウン、はい、で、ね、あそう、あのリボンの動画覚えてますか、持ってくればよかった、あれをやった、はい、そう、ワタペットさんが、はい、今回も、はい、今回、まあ、このステージをねご紹介してくれた方なんですよ、はい、で、これやるしかないよね、はい、ということで優しいよ、じゃやってみたいと思います。まだやりました、やりましょう、前回のリベンジをしましょう。リベンジあ、じゃあちなみにさっきの糸出ました。いいや、もう超えますよ、もう1回ずつ、3回だから熊1回、はい、1等が出たらしいです。え、本当膨らましたら56cmになる。もうこれ56cmだから子供だったらこうおんぶするしょえるよね。ありがとうございます。3回分でお願いします。こちらから、はい、あの当たったら名前、4等以上は名前が乗ります。おお。真ん中から行く、ヨコさんから行く、ヨコさんから行きます。当てて当てます。はい、ほいサーコン、サーコンヨコサーコン、テレン、いや4等です。お、すごい、4等、名前乗らない、名前乗らない、3等、あー残念、リーキュー。じゃあ次はここに行きましょうか。これはもう次ハンガリーが挑戦リベンジだよ。これ前回もね4しか当たんなかったんですよ。また4か、2年連続4だ。やったね、これ4しか入ってないじゃないですか。またやったね、ワイドのイチャも。じゃあ景品をもらいましょうか。4等はあのこの中から、何これ。これね、指で、すごい衝撃与えると、はい、衝撃与えると光ります。おお、また光るやつ、すごい。光るやつ
人気があるんで。これにします。そうなるとみんなこれになるよ。一人選んだら全部。よ、4個選んだ。やめなさい。これも鳥笛で光ります。あ、これ、じゃあこれにする。うん。なんなかった。これ、これ。修理さんに渡したらダメ。これ、僕、別に鳴らさなくても、僕多分この音出せる。多分。いいよ。でも光らん。でも光らん。いやまあいいじゃない、その笛と、ようこさんどれ。じゃあ色違いで。ようこさんそれ。光らせて、光らせて。ようこさん光らせて。光らない。ようこさんの光らない。違う、ようこさん、ようこさんがダメなんだよ。ほら、あー。こうやって光る。壊した。壊した。はい、4等でした。4等でした。イエーイ。かわいいわ。はい、バイバイ。バイバイ。